ウェイウェイウェイ、マジで来ちゃったよ。 V バックスが欲しい人は高評価ということで、まずは皆さんアイテムショップの右下にあるクリエイターサポートというところで ADCH と打ち込んで調べるを押して、ぜひクリエイターサポートお願いします。新モードリロード皆さんやってますか？無料報酬まで来ちゃって最高ですよね。ちなみに僕はまだやってません。ということで今回なんですけれども、なんと無料で超簡単にスイッチ限定スキンや V バックスがもらえる裏技をねやっていきたいと思います。でその方法なんですけれども、ゼロビルドのランクオフでいいのでソロに入ってあることをねするだけみたいなので、早速やっていきたいと思います。はい、ということでね、マッチにやってきました。そしたらマップを開いてもらって、この左のあたりですね、プレザントピアッツァっていう街があって、この右下のあたりちょっとアップします。ここにね小さな街みたいなところがあるんですけれども、まずねこのあたりに降りていきます。はい、ということでねピンを刺したあたりにやってきたんですけれども、まずねあの街に着地する前に、このねどこでもいいんですけれども、このリングの中ですね、着地する前ですにこうやってくぐってください。まあ、どこのくぐってもらっても構いません。でこの着地する前にくぐったらこの町に行きます。でこの後ろのところに来ると、ここにね謎の物体があります。これね今噂の透明マントの NPC の中に、おそらく今後このトラックでね運ばれるんだと思うんですけれども、これをねまず破壊しちゃってください。でそしたらこの謎の物体が乗っていた台車の上に乗って何でもいいのでエモートをします。でエモートが終わったら、この目の前にあるトラックを破壊しちゃってください。はい、そしたらね今度この建物の一番上に行きます。この横からねよじ登りできますので。でそしたら街灯がね何本かあって、この屋根の一番近くにあるこの街灯ですね、まあ、ゼロビルドなので、まあ、ダッシュでねあの上に登るしかないんですけれども、こうやってダッシュで登っちゃってください。まあ、ここはね上手にやってください。でそしたらこの先ほどのトラックの目の前にあったこの街灯のところにエイムを合わせた状態で、またね何でもいいのでエモートをしてください。これでね完了ですので、あとはねこのままマッチ続けてもらっても抜けてもらっても構いません。ということでね僕はロビーに戻りたいと思います。さあたったこれだけで限定スキン V バックス、さあどうなる。ウェイウェイウェイ、マジで来ちゃったよ。スイッチの人はスキンも来たのかな。これが謎の物体ファンタジー。